こんばんは、おばちゃんです。今日ね、調布の方のね、百均行ったらね、なんか変なおばさんがね、どこ行っても近くにいんねん。あれ、なんだろうこのおばちゃんと思ってたんだけども、まあ、おばちゃんがおばちゃんのことを何このおばちゃんと思うのもおかしな話だけど、あのね、入ってしばらくしてね、ピタッとなんかね、最初おばちゃんの後ろにいたのよ。で、おばちゃんがいろんなとこぐるぐるね回って、あ、この商品いいわねって、あら、この食器、あ、なんか大きい茶碗とかなくなってきたから、あ、これちょうどいいかもしれないって割っちゃったのよ。うん、だからね、ちょっとそういうの見てたらね、移動してもずっとおばちゃんの人いんねん。おばちゃんなんかマークされてた？おかしいのよ。で、レジ行ってやっと離れたのよ。ずーっとおばちゃんのとこいんのよ。もう、録音されてたかしら。あ、こいつやらかすぞって。失礼しちゃうわね。それでは人生相談の方にお便りが来ましたので、これからお読みしたいと思います。みんな床屋へ来て、こんな相談ってどうよ。出だしで。みんな床屋へ来て、一日中店に来ても2、3人しか来ない。美容院もいいけど、髭剃りとか技術は上だよ。親父は客が来ないからって、店に出てこないし、俺ももう40だし、この先暗い。床屋っても、古いのかな？床屋ってもう古いのかな？わかってるけど、ちょちんやっか。技術は昔はね、床屋の方がすごかったと思う。でも今、美容院もすごい技術が発達して、いろんなことやってるよ。新しいことを追い求めることが、床屋はさ、ピタッと止まっちゃったじゃない。もうおばちゃんが中学とかそれぐらいの時期よ。だって美容院は美容院で、またさ、なんていうの、今流行ってる髪型とかも研究していろいろやってても、生き残り激しいでしょ。だからおばちゃんが行ってるところのね、美容院ね、先生がね、60中盤ぐらいなのよ。でもね、西川レボレボみたいなね、髪型で、ファッションとかも、頑張ってんのよ。思わずね、言っちゃいけないと思ったんだけど、頑張りすぎじゃないって、おばちゃん言っちゃったのに、したら、いや、意識から変えようと思って。いや、それぐらい頑張ってんのよ。6時中盤の先生でも。いや、ほんとレボレボなんだよ。ごめんなさいね。もう先生にもはっきり言って、先生もいいよって言ってくれるから言うけど、レボレボで、ヨボヨボなのよ。でも先生頑張ってる。実はおばちゃんさ、ヒゲ剃り好きで、美容院も行ってたけど、ヒゲジュリジュリもね、気に入ってたのよ。でもね、おばちゃんの行ってるところ、100円のさ、T 字のカミソリに変えちゃったのよ。まあ、100円かどうかわかんないけど、もうちょっと高いかもしれない。それでさ、そこご夫婦がやられてる床屋でさ、T 字のカミソリでやられるんだったらさ、まあ、自分でやるのも変わんないじゃない。で、なんかね、頭もね、なんていうの、泡みたいな、なんか、なんていうの、気持ちいい、なんかシャンプーみたいなのしてくれんのよ。それも普通のシャンプーに変わっちゃったしさ、マッサージだけになっちゃったのよ。で、金額がね、昔どれぐらいだったの？まあ、600円とか700円でやってくれてたのね。それがいきなりさ、2、30円になっちゃったから、これ手もみに行った方がいいじゃんっていうことになっちゃってさ、お客さん全然来なくなっちゃったのよ。そこね、髪の毛切りに来る人ほとんどいなくなっちゃって、そういうヒゲ剃り専門店みたいになっちゃったんだけど、その専門店が T 字って台東区の下屋とかのさ、最近ちょっと行けてないけど、なんか年配のおじちゃんがね、山すごいのよ。カミソリでね、シュ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 って切ってくれて、で、髪の毛もね、洗ってくれるんだけど、めっちゃ気持ちいいの。え、何これと思って。女性がさ、エステハマるっていうじゃん。わかる気がする。
しびれんの。何これって。だからね、もう、目開けてられないの。もう、目閉じて。雲じゃなくてね、ケンタッキーのね、ピースがね、こうやって浮かんでんの、ね、よ。もう、天国ですよ。そういう状況のね、ところはね、もう、未だに、ずっと通ってた人が、もう、避けることなくさ、みんな押しかけるんだけど、もう、ケージじゃねえ。それでデモミンと同じ金額よ。やっぱりいろんなものをさ、新しいものを追い求めて、突き進んでったのが美容院だったんじゃないかなって。だって、おばちゃんのさ、言ってる美容院の先生さ、なんて言うの、あ、じゃあいつものこれでって言うとさ、最近こういう髪型流行ってんだけど、ちょっとしか変わんないけど、勇気出してやってみるって言うから、変わんないんだったらいいですよって言って、切ってもらったら、あれ？あ、でも確かほんと、変わってないですねって言ったらさ、え？って言うのよ。え、だって先生、なんか、いつもと違う風にしてくれるって言ってたじゃないですかって言ったら、あ、ごめん、忘れてたって。それだけ努力してたよ。だから美容院が生き残ってる。てか今でも、生き残りをかけて必死だからさ。だから技術を磨いてってんじゃない。床屋では床屋なりのなんかそういう技術を磨くなんとかやってみたらどう。続いての相談はちょっと一部ね、あ、今 YouTube 厳しいんでちょっと文章をね変えております。ごめんちゃいです。水商売やっていたおばちゃんに相談です。今年初めてこの世界に足を踏み入れました。友達のママがやっているスナックで接客していますが、男性客はタッチが激しく真剣に口説かれます。こちらはどう接したらいいか分かってないし、すごく嫌です。どういう立ち回り方や接し方が正解なのでしょうか。匿名。これはね、どちらかというとあなたに問題は一切ないと思うのよ。お店に問題があると思う。だってあなたこの世界で初めて踏み込んできたわけでしょ。で、よくわからない状態でお客さんの前に出されたと。それで男性客はタッチが厳しく、まあ、そういう風にお客さんをしつけもしてなければいけませんよと言えなくて、止めることもしてないと。で、真剣に口説かれるっていうのもこれも、お客さんのうまく教育できてなかったんじゃないのかなと思う。例えばね、まあ、ボーイとかでさ、ただなんていうの、料理とか運んだりお客さんのさ感情をしたりとか、そういう時じゃないのよ。あまりにもタッチ激しいと女の子困るじゃん。そうするとちょっとまあ、まずこの間のまあ、給料の件でオーナーが話したいって言ってるんで、ちょっと事務所まで来てもらえないですかって。そうするとお客さんが、今盛り上がってんだよお前、邪魔すんじゃねえよって言われたら、いやいやいや、お客さんいつもなんか紳士で、今日どうしたんですか。いや、その代わり何人も今日いろんな女の子つけますんでって。で、事務所のとこにその、まあ、女の子呼んで大丈夫だったんですか。ちょっと今日は厳しいかなって、あのお客さんこれこれこうでしつこいんだよねって。まあ、こちらからもなんかなるべくなんかあったらまたね、エスケープするかちょっと我慢してくれないか。今日はでもいろんな音楽をつけて、まあ、酒ガンガン飲ませてなんかさ、ねえ、押しねばいいと思うけど、まあそれ押しねばとは言わないけどさ、そういうのってね、お店のママとかが普通してくれんじゃないの。じゃないと無法状態になっちゃう。大騒ぎひどいもん。くどいね、ガチくどいてくど、この店ってそういうのダメだって言ったじゃない、まーさん。え、よかった、この子可愛いんだから。なあ、じゃあお店も来なくていいのよ。私が一番可愛いんじゃないのさ。ああ、分かった分かった、ママが一番可愛いよ。これがね、スナックの醍醐味の客のね、まあさばき方とか、まあ、育てていくこととかっていうのすごく大切なのよ。正直言ってしまうと、友達のお店なのかもしれないけど、この世界にね、飛び込むなら、もうちょっとちゃんとしたところがいいと思うわよ。
なんかごめんなさい、お粗末な感じがすごく感じる。あなた入ってきたばっかりで、いろいろね、なんか教えてあげたいとか、育てなきゃいけないと思うんだけども、もう状態じゃない。それなら、もうね、最初何も知らない状態で飛び込むなら、ちゃんとしたところがいいと思う。おばちゃん、それすごく感じたわよ。だってさ、今、さばきやすいじゃない。なんでかって言うと、思いっきりくどいたり、おさわり激しかったり、まあ、すごかったりするでしょ。あ、すいません、今ちょっとこの中で、3日ちょっと避けていただければ、もうお店として助かるんですよ、つ。うるさいよ、お前、って言われたら、いや、東京都の方で、小池百合子がうるさいんですよ、つったら、いや、誰も見に来ねえよ、って。いや、お忍びで来るんですよ、今。そうなの？いや、いやだからね、お店営業停止になっちゃうのだけ、誰じゃ営業停止になるのだけは、ちょっとお客さん分かってくださいよ。だって、このリリカさんにも会えなくなっちゃうんですよ。ったら、分かったよ。いや、ほんとありがとうございます。って、今ね、ほんとさばきやすいと思うのよ。今まだ言ってたら、必ずそれで逃げると思うのよ。ってか、まあ、女の子とか助けたりとか。野放しよ。入ったばっかり、この子に対してはちょっと、厳しいかなとは、おばちゃん思うかな。この東京シークラブでは、皆様のお悩みやご相談などを募集しております。怖い体験談で、まあ、そういうお話などあったらね、寝てって感じでした。いや、もうボロボロ。今日の方まで。じゃん。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シークラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。